どうもこんにちは、マサンです。今回は、ドラゴンボールちょっとね、パラレルクエストを受けていこうかなと思います。まあ、レベル上げとか、まあ、GTA 一応前編も終わったんで、まあ、追加クエスト、ツフール人とか、まあ、あるんですけど、あ、これいこうかな、じゃあ。じゃあもう、ツフール人を倒しに行こうと思います。まあ、投げのコツはコメント欄でもらったんで、まあ、最初は普通に攻撃して貯めて、っていう感じですね。まあ、ロック結構かかってるんですけど、まあ、一番強いね。これいこうかな。違う、ミスった。使いますと。いや、違うから、もう5点とかもう弱すぎ。サイヤ人コットとご飯青年期で行こうと思います。まあ、ちょっとバーダック行きたいんですけど、まだ下田とか、わざわざちょっと整ってないので、まだちょっと置いときますね。まあ、行きますけど、あれもいつかね。いつかというか、まあ、ここ、数日のうちに行こうとは思ってるんですけど、オードルベビー倒す。いいぞ、おいおいおい。ツフール星に行くと。あいつがね、最初攻撃与えて、ひるんでるところに投げをした方がいいっていうのをもらったんで、それで行こうと思います。はい、来た。はい。あ、怖いね。強すぎやろ。やるなぁ。ほら、びっくりしたぞ。食らっていいんかな。はっ、どれぐらい。やってみ、集中してください。やって強いって。よし、死ぬ。うわ、持っていってない。ちょっと使います。あ、はいはいはい。え？マジで？めっちゃ強いやん。これ絶対次あるもんな。ま、あれ食らうんや。マジで。どこまで範囲に持っとんの？はっ！あれも食らう、あれも食らう。ターゲット、はい、来た。行け、ヘヨ。え、まだけ。うわ、まだなん。もうとりあえずこれクリアしたいから使うしかない。危ない。や、この尻尾は無理や。やめろやめろやめろって。もう制限時間以内に倒したら、ちょっと待って、クローズクローズ。危な！ちょっとずつ与えていこう。なんでなん？こいつマジで強い。強っ！ OK。OK。うわ、やばい。危な！究極はどれぐらいくらいなの。あんま黒い、全然食らってへんやん。マジで、まあ、多少食らったけど。こんなの持っとったん。え、やばい。やばいやばい、こいつ。あー、逃げろ。逃げろ逃げろ。おっと、こい
アウツミスター。勝負は焦っちまってない。ただ強すぎやで、これ。で、これ、あ、まだ可能性はあるんや。でも、この時点でも多分、究極クリアはなくなりますよね。やめろ。え？うわ。やばい。やったー！すごいですよ！うわ、全然あかんかった。え？誰なん？誰が来た？これ HP 無理やろ。多分無理ですね、これ。どこ？どこよ？場所。どこや？これ場所がだからわからないんですよね。え？どこな、マジで。ん？ああ、あっちですね。あ、来た。誰がおるやろ。一応まあ、条件は満たしてみたいですけども、一回死んでるんで、多分ランクは最低、スバサージ4。え？誰これ？え？トランクスとパン！なんでなん？あ、この HP がきつい。わ。この HP ちょっときついわ。まあ、意外といけたりするかもね。攻撃が高いね。もうトランクス一人にしてもやが、いける。いける。パンやったらいける。ほら。おい！おい！イエーイス！あれ強すぎ。さ、いけるぞ。は、は、ちょっとセコいですけどね。わ。頼む、俺を助けてくれ。お願いします。オッケー、青年期ナイス。映像青年期。オッケー。こんだけ1秒あればいける。どうざるミスかな。これが強い。ほっ。オッケー。強い、めっちゃゴッド強い。オッケー、この一撃。あれ強いって。任せろ。よし。えい！エリアス。おーらー。あ、あれ、あ、アルティメイトフィニッシュいった。ちょっと死んだね、多分ランクはクソでしょうけど。少しはマシな動きができる。あ、死んだもんね、入らへんのや。期待がいがありそうだ。獲得スコアめっちゃもらえた。え、アイテム Z ソウルなしかよ。 Z ソウルが欲しかったですね。なんかトランクスとパンだと思うんですけど。でも、あ、なんか経験値めっちゃくれたんで、それはめっちゃ嬉しいですね。よっしゃ、めっちゃ入った。で、一応金が結構溜まったんで、ちょっと金もアイテム見に行きましょうかね。
100。もう100いっとったらええんじゃん。どうなんや、必殺技、いや、必殺技やろうかな。武器で結構いくんね、俺。これだいぶ強くなると思うんですけど。オッケー。攻撃力と、必殺技の威力だけ上げとったら、ある程度勝てると思うんで、HP やね。まあ、言うて、知られてるんで。まあ、ちょっとクエストはこれだけなんですけど、ちょっとね、下手すぎたと思うんですけど、ベビーがね、強いですね、あいつやっぱり。あれの、一応攻撃をしながら、まあ、ゲージ減らして、ゲージ減った後は投げを決めれるっていうのはもう完全に分かったんですけど、攻撃をちゃんと減らすっていうのはね、まだなかなか強いんで、ヒッターのアウェイの戦法を取らないと難しいですね、あいつは。とりあえず技。金あるんで技をね、なんかビクトリーなんちゃらっていうのが使いやすいみたいなの聞いたんで、まあそれを買おうかなと思ってます。まあアイテムもいるんですけどね。20万あったら、なんか1個ぐらい技買えるはずなんで、GTN になんか出たんかな、いいの。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。高いんやってた、全部。なに、尿意棒。あ、これ。新しいやつですね。GT のやつ。攻撃する技。どれやったかな？お、これ売っとんや。技力を貯める。あ、一番いいやつですね。あ、これですね。これがなんかいいって聞いたんで。それ買います。買っときます。スーパーサイジン2と。ローリングバレット。気合いレッスン。衣装をね。合成やとかも使ったことないかな。なんかアイテム、Z ソールドは合成してやったりできるみたいなんですけど。まあ、とりあえず、アルティメット。お、何これ ?70 万。もう完全趣味というか、コスプレみたいなもんですね、これは。楽しい。70万。もう高すぎやろ。GG トランクス。ランチ。フリーズ専用の、あの衣装に限るわ。はぁ。やっぱ基本攻撃、おぉ、これやな、やっぱり。これ最高ですね。持ってへんな。オッケー。これで全部揃いましたよ。これで一応アルティメットスーツを全部揃ったんで、被弾系必殺攻撃力は下がりますけど。はい、これです。完成しました。アルティメット F スーツ全部。お。めっちゃダサい。やばい、俺。なんだ、この。これ見ましょうかね。やばいキャラになりましたね、これ。ターバン巻いて。やばいな。ごっついダサいですけど、これでやったら次戦闘行ったろうかな。包帯巻き巻き男ね。ほら。これでフリーザのポーズちょっと。あ、さっき、回復だけ買っとこう。ちょっと今回はこれで、まあ、もうちょっと戦闘したかったんですけど、時間的にもあれなんで、まあ、一応カスタマイズ終わってるようで、まあ、これ、一回しか戦闘しないですけどね、この格好では。このターバンは。めっちゃ弱そうに見えるんでね。よっしゃ。取った。ダサいな、俺でも。ごっついダサいな。いらっしゃいませ。まあ、これは、まあ、L しかもうほとんど使わないね。元気カプセル。金はちょっと足りないですね、これ。みんな元気。カプセル、L。みんなパワーカプセル。やっぱ L 以上、M か L。まあ、これでええか。見ますね、じゃあ拡大して。これです。ダッサー。いや、やめよう、これ。ダサすぎやろ。やっぱこれですね。ダサすぎましたね。これでやっとかっこよくなりました。で、まあカプセル変更して、ちゃんと忘れるうちにね、これで。じゃあポーズだけ取って終わろうかな。どうしようかな、グレートサイヤマン。いいね。結構長いぞ。ダッサいですね、これは。これです、最後。どっか見とんみたいな。遠くの方を見た目とね、外国人の方で、インド人とか確かめっちゃ視力いいと思うの、そういう、肩の必殺の時のポーズだったらもしかしたらあるかもしれないんですけど、こんなんはまあすることはないと思います。はい、というわけで今回は、ドラゴンボール、まあ、パラレルクエストですね。
新しいバルフ、ベビー編のやつ、アルティメットフィニッシュしました。多分あれ制限時間やったかな、ちょっと詳しく見てないんですけど、まあ、Z ソウルを手に入れたかったんですけど、できなかったんで、また、やっておこうと。Z ソウル、強いやつ手に入れておこうと思います。あと技とかね。というわけで今回は、これで終わりたいなと思います。ありがとうございました。